大丈夫かひまわり。先週のプールでちょっとはしゃぎすぎたんだな。お兄ちゃん。ん？ハンバーグ食べたい。あ、風邪治ったら母ちゃんが作ってくれるってばさ。だからちゃんと寝て治すんだぞ。じゃあお母さん、お薬もらってくるから、ひまわりのことを見ててくれる？わかった。そういや、あの時もひまわりが大変だったな。ナルト君、遅いな。明日は朝から就任式なのに。まあ、よいしょっと。おい、家着いたぞ。すまねえ、ひなた。ちょいと羽目を外しすぎちまって。もう、ナルト君ったら、お酒あんまり強くないのに。いよいよ明日はナルト君の晴れ舞台ですね。僕ら友人一同フルパワーで祝福させてもらいますよ。まあ、ホカゲの椅子はこの俺様が譲ってやったようなもんだけどな。候補にも入ってなかったお前が譲るというのは不可解だな、キバ。そもそも、うっせえよシノ。おい、ガキどもが寝てんだろうから静かにしろよ、おめえら。イルカ先生、俺絶対ホカゲに乗ってやるってばよ。二人でお父さん起こしてきてくれる？はーい。んだよ、まだ寝てんのかよ。しゃーねえ父ちゃんだな。パパ、起きてー。起きていい感じで父ちゃんが起きっかよ。こうやんだよ。起きやがれ。いただきます。いただきます。ったく、今日はホカゲの就任式ってやつなんだろ。
ちゃんと自分で起きろってばさ。そうだったってばよ。ボルトったら今日を楽しみにしてて、昨日もお父さんが帰ってくるまで起きてるってなかなか寝つけなかったのよ。へえ、そうなのか。母ちゃん楽しみ楽しみ。じゃあ私は羽織を取ってきます。え、あれまだできてないのか。うん、ごめんね。刺繍屋さんがすごくこだわりの強い職人さんで、これだけは誰にも譲れん、わしの長年の責任なのじゃ。なんでも歴代のほかげ全ての刺繍を入れてこられた方らしくて、完璧なものに仕上げたいからギリギリになるって言われたの。そっか。そうや、かがし先生の時は間に合ってなかったような。てか何歳なんだよそのばあさん。受け取ったらそのまま会場に行くから、子供たちと一緒に先に行っててくれる？ああ、わかった。あ、行ってらっしゃい。これでようやく俺もお役御免か。あとはのんびり温泉とかで余生を過ごしたいよ。いやいや、めんどくせえこと全部押し付けないでくださいよ。相談役としていてもらわなきゃならねえんですから。ここ禁煙ですよこれ。最近はどこもだなおい。にしてもあいつ遅いね。お待たせしました。うん、日向君。ねえ、ナルトはまだなの？そろそろ時間になっちゃうよ。え、まだ主人来てないんですか？これお願いします。私見てきます。あ、ちょ、おーい、二人とももう行くぞ。何やってるんだってば。やだ、持ってくの邪魔だから置いてけって。どうせ疲れて俺が持つことになるんだから。持ってくの。みんな来んのにみんな恥ずかしいもん持たされる俺の身にもなれってばさ。いやだ、置いてけってんだろ。なあ、二人とももう行かねえと間に合わなくなっちまうんだけどよ。やっちまった。うわ、悪い。でもお前が引っ張らなきゃ。おい、二人ともいい加減に。母ちゃんと同じ目。いって、ボルト。父ちゃん、ひまわりが急にやべえって、なんかつれし。白眼、どういうことだってばよ。来た。ロックオン。やばい。何してんのナルトのやつ。もう間に合わないよ。こうなったら仕方ねえ。おい、このハマル。はい。ではこれより七代目ホカゲの就任式を始める。この場を取り仕切るのは六代目ホカゲこと、この私、畑かかし。どうかよろしく。では早速この人物に登場願おう。敗戦を終結に導いた忍界の英雄、これより七代目ホカゲに就任する男、皆もご存知、渦巻きナルト。サンキュー、サンキュー。
まったくあいつは。サンキューだってばよ。これすまねえナルト兄ちゃん、どうにか編入の術でごまかしきるぜ。これナルト君しっかりして。ナルト君、これは九死の転結。これじゃ今日一日はもう。でも誰がこんな。お兄ちゃん、かくれんぼのつもり？ひまわりが切れたらこんなにヤバいなんて知らなかったってばさ。ここかな。俺はその日、もう二度とひまわりを怒らすのはやめようって心に決めたんだってばさ。あん時は死ぬかと思ったぜ。隠れても白眼で丸見えなんだもんな。反則だろ。あれからだ、ほかげになってからクソ親父はろくに家に帰ってこなくなった。案の定、こんな時にも帰ってこねえのかよ。ただいま。ひまわりが熱出したって聞いてよ。大丈夫なのか。うん。父ちゃん仕事は？鹿丸と影分身にやってもらってる。父ちゃん、その上着裏返しになってんぜ。おお、マジか。おかしいな。なぜ？ったく、やっぱりダセ。ハンバーグ、いやダメ、ハンバーグ、おかゆ。だからひまわりはハンバーグが食べたいって言ったんだよ。だからそんなのはダメだ。風の時はおかゆが一番なんだってばよ。ねえちょっと、おかゆ熱下がったんだし、いいじゃんかよ。いや、ダメって言ったらダメ。なんでだよ、ハンバーグ。おかゆだって。ハンバーグだって。お前が食べんじゃねえだろ。俺が食べんじゃねえよ。おかゆ、あなたたち。ん？騒ぐなら外に出ててちょうだい。お前が母さん怒らせるからだぞ。怒られてたのは父ちゃんもだろ。さて、ひまわりも大丈夫そうだし、父ちゃん仕事を残してきちまったからな。そろそろ戻るか。一緒に飯でも食いに行くか。え、父ちゃんと？今仕事残ってるって。ちょうど父ちゃんも飯食ってなかったしな。まあ腹が減ってはなんとやらだ。いやか。ま、しゃあねえか。で、どこ行くんだよ。ここはな、父ちゃんが子供の頃から通ってる馴染みの店なんだってばよ。昔はもっとちっちゃい店だったけど、今はすっかり。ラーメンかよ。お前ちょっと目離すとハンバーガーばっか食ってるって母さんに聞いたぞ。そんなんじゃ栄養が偏るってばよ。でラーメンでも偏るのは大差ねえだろ。お前一楽のラーメンの凄さを知らねえな。改良を重ねられた栄養バランスはなんと兵糧丸並み。六代目ほかげをはじめ里の上人たちも一押しの一品なんだぜ。マジかよ。いらっしゃいま。あら、お久しぶりです七代目。最近来られなくてすまねえな。いえいえ、お忙しいでしょうし。あら、今日は息子さんとご一緒ですか。どうも。しばらく見ないうちにすっかり大きくなっちゃって。いや、まだまだガキだってばよ。何なさいます。じゃあ、特製ラーメンを2つ。あ、それとナルト無料券はまだ有効だよな。
もちろんですよ。先代店主である父から七代目へのご結婚祝いですからね。むしろ光栄です。それに任界の英雄ひいきの店ってことで、うちも随分業績がアップしましたからね。ほら、ああ思い出すな、この匂い嗅ぐと。今は随分ピカピカになっちまったけど、母さんと最初のデートで飯食ったのこの店なんだぜ。そういうのってもうちょっと豪華なとこ連れてくもんじゃねえの？いやいや、母さんがぜひラーメンが食べたいって言ったんだってばよ。ほんとかね、あの母ちゃんがラーメン好きとかあんまりイメージじゃねえけど。いや本当に本当だって。その時から母さんすっかりこの店が気に入っちまってよ。はいはい。ところでお前、アカデミーはどうなんだ？まあぼちぼち。あんまり先生を困らすんじゃねえぞ。まあ父ちゃんも。こげまさちゃん、こんなのあんだ。お、なんだ、そういうの好きなのか？ちげえよ、友達が好きなんだよ。電気とか岩部がさ、こういうとこはちゃんとガキなんだよな。ま、順調に友達も増えてるみてえでよかったってばよ。お待ちどうさま。いよいよ慣例の木陰階段に近づいています。今回の開催地となる木の葉の里に各里から木陰が集結し、さまざまな議題について話し合われる予定です。表向きは親睦がメインと言われておりますが、まあ、また忙しくなんの？まあな。まあいいけどさ、母ちゃんとひまわりだけは泣かせんなよ。ああ、ってガキがそんなこと気にすんなよ、ボルト。能天気のガキじゃいられねえのは誰のせいだと思ってんだよ。いらっしゃいませ。お、あら、奇遇じゃん。お、おう、長次、お前んとこも親子で飯か？うん、まあね。アチストパパはこれから毎月恒例のラーメン大食いバトルなの。バトルって娘とそんなことやってんのかよ、お前。邪魔しないでくれよ、ナルト。これはぽっちゃり系のプライドをかけた真剣勝負なんだ。カロリーという数字の前では親も子もない非常な世界なのよ。おお、頑張れよ。よくわかんねえけど楽しそうだな。なんでうちはああいう風になれねえんだろうな。それじゃあ俺がこのバカ親父と仲良くしてみてえじゃねえか。どうした？なんでもねえよ。そうかさ、パパの、うん、伝説の大食い女王の記録を塗り替えてやるわよ。伝説の大食い女王？なんだそりゃ。そんなことより伸びちまう前に食おうってばよ。ん、おお、へえ、ごっそさん。うまかっただろ？まあそこそこかな。そりゃよかったってばよ。ここは馴染みの店だって言ったろ。店構えは変わったけど、昔からたくさん大切な思い出があるんだ。伝説の大食い女王の記録にはあと一歩及ばなかったわ。じゃあな、長次。あ、おう。毎度ありがとうございます。まったく、あの二人以上って一体どんなやつなんだってばさ。伝説の女王って。あら、息子さんに話されていないんですか？ボルト。お、母ちゃん！
ジかよ。この写真、ナルト君はあの就任式の後。いやまさかひまわりが白眼になるなんてな。でも残念だったね、就任式ちゃんと出られなくて。昔からの夢だったのに。ま、でも今からはまた別の夢があるってばよ。別の夢？ああ、ほかげになったこれからは里のみんなが俺の家族なんだ。だから俺はこの大きな家族を大事に守っていきたい。ナルト君って三代目のじいちゃんの受け売りみたいなもんだけどな。それが木陰になる夢を叶えた俺の新しい夢だってばよ。一つ夢を叶えてもそれで終わりじゃない。今でも叶えてる途中なんだね、ナルト君は。と思わない？どうなんだろうね。サラダのとこはどうなの？え、うち？似てたりすんの？パパによくわかんない。物心ついた時から一度も会ったことないから。次回ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、ウチハサラダ。どこで何してるの？パパ